というわけで第3話どうぞ決算よしさっさと終わらせようぜね。で、メノにバトンタッチ。やめろ、そうそう、イエーイ、やめろ、イエーイ、やめろ、あれだよね、うん、もうちゃっちゃと行こう。謎の少女に語りかけられ気を失ってしまう池。少女の望みは池の幽閉だった。なんだと、なんだと、うち幽閉されねえって嫌やな。かわいそうね。やん、やん、やん、やめて、諦めないで。やっぱ可愛いなこの子。少女だよ、少女だよ。声が。あ、兄貴が行け。あ、くそ。どうして私の名前を。お姉ちゃんに近づくな。え？近づきたくねえよ。そう、少女難しいな。牢獄を抜け出せ。脱出ゲームな。てか、あのお姉ちゃんの方が近づいてきてる気がするんだけど。ないな、気のせい。うん、ないな。よいしょ。これが無理ってことやな。ちょうど無理なの。なんだと？なんやて。どっかあるんや。なんごめんなさい。もう一回間違えてます。これはもう無理や。私にどうしろと。これじゃん、触ったら横にスーッていくと間違えるよな。 あ、正解やった。ありがち。一瞬ないんかと思った。うわー、ちょっとさかのぼさん分からへん。ブラックなんやねやん。ブラックかな。ナゴ、ナゴ分身か。近づくな、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 どっちや、どっちや、3つあるし、より近づくなが強い方がとか、そんな感じなのかな。近づくな、近づくな、近づくな、行くしかない。近づくな。あ、懐中電灯消せ。早くせ、早くせ。あっ、ジジイ何しとんねん。こういう時に消されへんねん。すいませんでした。いやいやいや、固まるさ。こういう時に内臓どうでもいいとこで消せんのにな。大丈夫大丈夫。どうでもいいとこで振り返る人もおる。ボタンやったっけ。え、そう、消すの A やね。そう。だから私扉開くときいつも知ってしてる。あー、なるほど。だからとりあえずもう行ったら消すって感じで。近づくな、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 消す。よし、あ、じゃあ爺さんの場所がわかるか。お、おる、おる。いるんじゃねえよ、マジでびっくりしたじゃん。お前マジブラックか。え、でもブラックまた生きてな。生き、うん、うん、ブラック影薄いな。ここで待ってるんじゃないの。あ、待ってるといいんだよね。いや、でもうちにさんをこっち来るんちゃうか。来るかな、ちょっとバックしよう。通り過ぎてくれたらええねんけどな。あ、こっち来る、来るのか。お、お、お、あ、来るな、めっちゃ来るな。そこに置っといてかなと思ったんだけど、違う、向こう行ってくれたらいい。あ、え、これ、そういう、あ、そういう、そっち系。どうしたらいい。家入り口は前で待っておけってことかな。あー、かもしれん。あ、もしくはこの人の後についていくとか。戻ってきた時やな。あ、あ、今や。ああ、あ、なんだよ、あかんか、じいさん入り口やね。間違えました。いやいや、わかんないわよ。わかんないわよ、怖いわよ。あれ、え、来
んの？え？来んの？なんだろう、あんた。あんた何がしたいの？ん？あ、向こう行きそう。うん。あ、行った。行ける。おお。めっちゃ来る、めっちゃ来る、めっちゃおる、めっちゃおる。うわあ！バック。あ、しっかりバックしてる。どうしたの？後ろ、後ろ、後ろ。もう行けるんじゃん。なんか黒い。いや、いける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 。いける、いける、いける、いける。もうやだ、すごいな、バックできたな。うん、私はただパニックってくる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 、もう学習したわよ。マジや、殴っているのかこれは。マジか、殴って破壊。あたたたたたたた、やだ、かわいい、かわいい、かわいいのかこれ。私めっちゃ痛くなくなってきたんやけど。あ、あ、そっか。さっきの忘れた。お外に出ようとするなら、あなたを殺す。ピンクと一緒やな。あかん、ピンクが離れへん。幼女に嫌われてる。そう、幼女どうしようかな。幼女さん。あ、向こう行った。これは殺されますわ。なんだなんだ？あ、これお外？お外じゃない。お外。休憩するし。取れる。こ、あ、やばい。逃げろ。全力疾走。なあ。なあ。これはつぼらんかった映画。細い。つぼる。つぼるじゃない。落ちんかった映画。長い。長いな。つらい。長い。つらい。怖い怖い怖い。あ、ここ怪しいな。めっちゃ怪しいな。でも行くしかない。折れへんのかい。おー、大丈夫みたいな。立ち止まってる人。わー、足向いてあり。頑張りなさいよ、あんた。あんたが行きなさい。あー、わー、私が行けよ。あー、危ない。あ、危ない。なんか、先一緒に落ちてたっていうか、人はなんか手が。ごめんなさい。うい、まあいい。大丈夫、掴んでるのあれ。多分掴んでたかな。掴んで、うーん、きっと掴んでる。鼻から逃げるわね。でさっきのターンせず行ったらいけたな。間違えてターンしてこの人速いわ、足。それな、急いでたらな、こう分かる、リモコン振っちゃうんだよな。私も分かるわ。それでターンして、それでも進むからもうダメなんだよ。池なら池のはずよ。池、池だから。池なら池のはずよ。そう、池だから。じゃあ私の分身なら池のはず。私は力強いのよ。殴り飛ばすわよ。もうリモコン振らないわよ。びっくりしちゃってリモコン。やっぱ、やっぱ浮いてるよな、あれ。振らないんだから。よしよしよし、行けた。逃げたんじゃね？行けたんじゃね？おお、行けた行けた。ピロピロピロリン。トンネルを抜けて駅までの道は歩いてみたけど、君に会えなかった。もし合流できたら一緒に逃げよう。僕が池を守るから。だから無事でいて、爆発しろ。キャー。お前守れてねえよ。バカ野郎。守れてないよこれ。私が勝手に逃げてんだよ。刺さってる。あれ？モズみたい、モズ。今のうちで早通れ。落ちてるよ。落ちてる。マジに刺さったんや。あれか、追いかけるの失敗したから、罰。詰まった。詰まった、詰まった。ここどこ、どうして失敗したのよってやられたんかな、少女に。怖っ。丸太。あ、読むの忘れた。ああ。いい、おぉ。これバランス大事で。バランスボードどうなのかな。あ、うん、バランスって何？ゆっくり行けってことやろ。そうだ、リモコンじゃバランスも何もないと思うね。あの、落ちようとしたら動かしたらあかんとか。やだ。でも行く。でも行かなきゃ。あら、これは、これはこの紐、この紐意味し、なんかあるよ。なんかあるね。だがだっていうか、パターンが縦
せやね。近年観光に訪れた方が行方不明になる事件が多発しています。ロープウェイから離れ森の奥へ進みすぎないようよろしくお願いいたします。どっち行ったらいいの？右かな。こっち右右なんやけ。あれ秋田であるような、ああいう形の食べ物。こっちか。うっ、ドブシャーってした。ドブシャー、どうしたらいいの？何な、何この、何このあれ、いなんていうか、どっち、こっちこっちか。なんだこの四角は。こいつどうしたらいいの？え、こわ。何？いやー、かわいい。でも行くしかないもんね。こうだ。めっちゃ走ってるし。もうつらい。それな。あれあれ。どうすればいいんだ。ん？あ、これか。うわ、またか。が、頑張って。うわ、こんなの怖いわ。むっちゃ無言。確実が折れますね、私は。だからやろう。これくらい細くないときっと折れる。あれ女の子あれかな。ロープウェイや。動くんですかね。てかさっきから丸太多いっつーの。どんだけ丸太渡らされんだよ。力強く生きろってことやろ。いやもう力強いよ。力は強いんだよ。せやな。バランス力が大事なんだ。うまいと。でも落ちても大丈夫そう。まあ落とすなよ、怖いわ。マルタ持ち上げて、ゲイ。なんかいましたね。なんかおらんかった？なんかいましたね。消えましたね。あ、思い出した。これあれや。キリタンポ。あれ。そんなん名前じゃなかった？どうしてお家を目指すの？危険なのに池は先を目指すの？どうしてだの？帰りたいからだよ。お家の布団の中でゆっくり眠りたいの。だって藤尾に会いたいからだよ。会いたくて藤尾に会いたいの。会いたくて会いたくてマルタンを取る。あ、消せ消せ消せ。マル、どこやじい？A か。じいさま。どこやじい？じゃあ、じいさん。あ！あ、大丈夫やった。おじいちゃんどこ行ってるの？あそこに登りたんやな多分。じいさん、お前がなんで先に行くねん。じいさん、なんか降りてきそうじゃない？途中で一瞬だけペカって光らすとか関係ないね。おじいさんと一緒に渡ればいいかな。どうやろう。さあ、これをどう捉えるべき。おじいさんが戻ってきそうな気もしないこともない。おじいさん消えたの？えらいでも時間かかるくらい。あそこまで登られたら。そうやな。おじいさん消えたで。あ、ほんまや。ゆっくり行くか。あ、どっから出てる。大丈夫？うん。じゃあもう早く。だって消してたらわかるであろう。早く、ね、こっち来た。お、おったおった。なんか今ブレって二人になってるように見えた。ドッペルゲンガーか。あれ？暗い。かわいい。あれ、おらんくなった。ロープウェイ。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 どんたちかしら？かしら？一緒に乗ってる。え、落とさないでね。はい、バトンタッチ。あ、よかった、ちゃんと進んだ。むしろ動く方が怖い。開口の時。すごいね、よく読めるね。エンド。池の物語第4話が追加されました。というわけで、気づいた、お次は。はい、お次は。さすがにうちやったよ。はい、え、ここで大丈夫かな。いけるかな。いけるか。なら、メノさんで行きましょう。怖かった。やだなどうも。ロープウェイの中で池は少女と話し、月読みの伝承を知る。そして。
待って、全然操作分かれへんねんけど。これで走って、うん、これでバックで、うん、A で調べる。そう。で、懐中電灯消すのも A。はい。そしてこう振ったらターン。え、会いたい人がいるから。無事よ。危険。危険だから一緒にいたいし、一緒にいてあげたいの。よく、分からない。付き合えよ、早く。爆発しろ。あなたにとってのお姉ちゃんと同じ。彼は私にとって大切な人なのよ。さあ、私をあなたの家まで案内してくれる？車内まで。何、仲くなってんの？家を目指せ。それ連打したら走れんね。うん、B 連打。うちずっと走ったもん。うん、まあ基本走っててくれたら。こっちだよ、こっちだよ。ピロピロリン。ゼロにもあったな、この声。家からロープウェイ乗り場が見えてるよ。池が乗ってるロープウェイが無事に着いたら、やっと得るんだね。よかった、気持ち悪いんだよ、お前、ほんま。あ、こんなこと言うだからな。あれかな、あれだ。かな。うおおおどういう、すごいな、お前。逆再生。な、ある意味すごかったんけど。刺さってよかったさ。同じやつがいっぱいあるんか。どうしろって言うんだ。藤尾の喋り方がなんかほんまに本人なんか思って気持ち悪い。どうしろって言うんだ。ダッシュ？ダッシュ？ダッシュな？それとも違う方に道があるとかないか。多分あそこに扉あるから。ダッシュで行ってんで逃げる的な。うん、あれぐらいならダッシュで行けるよ。うちどんだけ突っ込んだ。進んだらなんかわかるんじゃ。なんかおるな。おるしおるしおるし。よし、ダッシュだ。いける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 。すげえすげえすげえ。オーイエース。オッケーオッケーオッケー。もうやだ、もうやだ。ね、もうやでしょ。もうやだ、ね。これは電車？バス？電車かね。あんまり早く行くとね。あ、電車やな。ブラーテナルな。でもあれ電車通られへんよな、あの線路。なんか掴んでるな。手が見える。落ちてもいいんじゃないかしら。もうこれ落ちていいんじゃないかなって気がしてきた。おるし、そこおるし。落ちた方が早いんだけどね。池さん強いから。なんかおる。そうそう。大丈夫。受け身取れるから。これぐらい勝てるよね。このざわざわ感やばいんやけど。ざわ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 。ざわざわ。やれやれ。ダゼダゼ、あれこっちなの。ピロピロリン、ピロピロリン、ピロピロリン、いますね。さっき、廃屋の中で何者かの地球を見つけたんだ。昔この渓谷で何が起こったのか少しずつだけど、分かってきたよ。ほう、どっちかな、どっちやろ。おお、しまった。多いな、道。思った。ちょっと真ん中に。声が聞こえる。なんかいますね。どっちやろ？ふっ、こっち来てる？どうやろう？どっちやろ？あ、おるおるおる。でも、おるけど。大丈夫ちゃう？黒いのは。赤い池、サイレ、ゲフン。わー。まだもう色がペンキみたい。入れるんですかね。あそこへはどうやって行くんだろうね。右ちゃうか、これさっきの最初も。あれちゃう、どこですか。あれ、え、左。 あ、これか。左、いや、これそこ降りるとこ。あ、ほんとだ。うわー、浸かることなりそう。サイレンや、サイレン。ゲフン入れない。あ、無理か。え、無理なの。なんなんこれ、いけそうな感じをさせながら。え、じゃあ、じゃあやっぱどっちかやな、さっきの。左やね、左。やだ、いるし。大丈夫、勝てる。勝てねえよ。これ勝つゲームじゃねえし。世の中の戦いだよ。射撃あったらな、パシ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 飛んだの。これどういったらいいんやろ。どっかでも行けるよ的な。隙間あるんちゃう。はぁ、
まあクリアできないあれはないよ、うん、死にまくったらごめんね。あ、来た。うちも死んでるから何回も。大丈夫、この程度屁でもないさ。私は死ねたしな。こいつどこまで来るんだ。うーじゃねえよ、うーじゃ。お、曲がるか、曲がるか。あれだ、もし不安やったら扉の、あ、うん、いけるんちゃう。まず後ろ吹いて行ってみたら、意外とこれ走ったらなんとかなるもんだぜ。せやな、うちずっと走ったから思うけど、うん、左になんかあるで、うん、その辺でやり過ごすタイプか。あー、あら、え、え、何、何、落ちたのか。慌てさせんなよ。うん、大丈夫大丈夫、いけるいける。やり過ごすやつやな、うん、マジビビったじゃねえかよ。私もめっちゃビビったからね。し、いける、いけ。おー、おー、最高。カモリー、ブリうん、みんなぶら下がるの好きやな。ほんまそれな。行くぜ。狭い道渡れるかな。最近太っちゃったからってか。ごめん、行けちゃう。セリフが太っちゃったからおるし。大丈夫、丸太渡れたなら渡れるさ。怖いって。なんかあれが顔に見えた。あ、おったおった。おった。変な消え方すんなって。これは一番危険な丸太じゃないでしょうか。マジで。いや、怖い、地面なかった。怖い、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 落ちたら死ぬよね。あ、そういう意味で、うん、今までのやつ落ちてもいてでもなあ。で、お、浮いたか。ふっ、藤尾に会いたいよ。ほんまそれ。わあ、ごめんなさい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 。おお、びっくり。あれは予想外だよ、うん、あれはうちも完全に予想外だよ。あれどうすればよかったの。やり過ごすの、うん、右かな、ね、どこな、あれどっから、あれここかよ。通り過ぎてたわ。さっき早送る中で何もからない手記を見つけたんだ。あれ最初か。私この警告で最悪やな。最悪かよ。うわー、走って、へぇ、走って行ってみ、走って行ってみ。え、そこやったら落ちた、落ちた。え、おらんくなった。うん、落ちた。よかったよかった。落ちた、落ちた。そっか、消えたよ。地面に落ちた。地面にズオーって吸い込まれた。怖いよ、早終われ。ってことはあれはあれか、ドッキリだけのやつか。ドッキリ大成功。ドッキリ大成功されちゃった。私はどうすればいいんだ。ピロピロリリン。地方新聞の記事みたいなものを見つけたんだ。誰かを海に沈めた事件があったらしい。1987年の出来事だ。記事を書いたのは多分名護の父親だと思う。おい、じゃあ、あの手記は、お父さん、名護ズファザー。名護ズファザーだよ。名護ズファザー。名護ズファザー。イエーイ。いる、スキーヘッチャーかな。こっち来た、こっち来た。こっち、あ、こっち来たわけじゃないの。あ電気消したからって。よかったよかった。いけないよね。お？実はさっきの記事には池の名前が書かれてた。はじめはそんなわけないって思った。でもどう見てもこれは君の名前だ。ねえ池、君は僕に何を隠してる？何も隠してない。何かを隠しているの？何も隠してないわ。そんなこと言われてもな。困るわ。うん、悩める子羊。なんかいますね。子羊にしてはちょっとほんま勘弁してくださいって感じなんですよね。
ただし襲い来る。襲い来る子羊とか嫌すぎるやろ。悩みながら襲っているんだよ彼らは。あ、きっとなんか黒いのがおる。悩めるあれなんだよ。わからん。あれさ走ってみたら。うん。タタ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 タ。少女はどこへ行った？意外と行けた。うん、意外と行けるだろう。逃げたらいけるんだよ意外と。ん？お？ポカ？なんださっきの？なんださっきの？なんか、かわいい。ああ少女かよかった。いやかわいい。でもなんかヒューヒュー言ってる。ヒューヒュー。ヒュー。よし。いやハーハー言ってるからなんかハーハー言ってる。絶対か。え？井戸じゃね？井戸だな。あー、危ないやつだよ。来るね。髪の毛長いのが来るね。やめろ。走れ。短かった。家に逃げ込めだから早く行くんだ。だしだし。井戸なんか見てる暇ないんだ。出たー。出たー。やろうだったー。やろうかよ。普段ね。あ、ライトを消して、右脇か左脇をデビルバット。デビルバット。意味わからないけど。いける。もう着く、もう着く。セーフ。え、生きた生きた生きた。セーフ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 。まだか。あ、藤子どこにいるの。あ、なんかある。紙。何者かの式。月読みの力は代々継承され、彼女らは生贄を求めた。その未来を見通す能力は長きにわたり政治的に利用されてきたという。へー。そして次の継承者もまた予知によって定められるとの話だ。あって、親父に果たせなかったことを俺は果たさねばならない。この物語今日で終わらせてやる。あ、急にかっこよくなったな声。名護かな。ブラックやな。親父が果たせなかったこと。多分これ名護やな。名護か。待って、私家の中嫌いなのマジで。ま、前にもなんかやって、意外とトラウマだったな。家の中。なんかこう、なんかこう、なんか声聞こえる。殺す、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 なあなあなあ、ちょっと今、ちょっとやめていい、もうやめていい、やめていい。もうすぐや、4話終わる。え、だってボス的なの出てきて終わるって。ボスが嫌なんだよ。殺す、殺す、殺す、殺す。上じゃないのかな。リビングか？地下か？めっちゃ殺す言ってますやん。多分リビングっぽくない？やめて。もうやだ！殺すっけ？殺すっけいいね。お、当たり？逃げろ！逃げるんだ！あ、ダークサイド。ナゴ！な、なご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 ？お前やな、言うたれ。ダークサイドやで。やったー！やったー！ボスなかったぞー！なごがプレイして、待ってー。殺されんの。うわ、な、なご何してんのよ。なごがなごから逃げる物語。そやな。そう考えたら超おもろい。